ンポン。みなさん、お久しぶりぶり。ぶりぶり。お前らほんとふざけんなよ。唐突に何ブラ、皆様大変失礼いたしました。ほら、ちゃんと挨拶して。みんなゆかりと会えなくて寂しかったの？これからはずっと一緒だよ。キャッキャ。何その腹立つ顔持ち。ゆりっこです。必要なぶり攻めやめて。ね、一週間ゆっくり休めたんか？はい、ゆっくり休めました。おかげで顔のストックめっちゃ溜まってしまって。何を蓄えとんねんゴケ。顔のストック、どうやって溜めとんねん。いやいや、こう、ガッション、ガッションと金太郎飴かな？ちなみに時々見知らぬ人の分も混じります。やべえ、どうしよう。結構見知ってる気がする。え、じゃあいります。おいおい、あんな、間違っても自分の母親に向かってそんな言い方はないんやないか。いやー、ホルマリン大好き。やべえ、人違いっぽい。そうですよ、あかりちゃん。この人はお母さんではなく、お父さんです。嘘でしょ？どうもゆかりの父、ゆずホルマリン大好きです。嘘でしょ？ちなみにあれは父なりの自己紹介です。いやー、ホルマリン大好き。自己紹介だとして前半は何なんだよ。気持ちを落ち着かせるためのルーティンです。あんなもん繰り返して止まるか。ピンポン。ついなちゃん、ついなちゃん。はい、先生、先生。先生はなんでこんなに愛されてるのか。その理由を3つ述べよ。はい、かわいい。それな。美人。それな。メガネ。チャームなポイント。パーフェクト。つまり、これを形にすると。こんな感じですかね。わー、雑な具体化も素敵です。デブデブ。よくわからない動きと言動がまた素敵です。デブデブ。それはちょっとドン引きです。イエーイ。ついなちゃんが愛されている理由を3つ述べよ。かわいい、キュート、プリティ。それ実質1種類だけど素敵です。イエーイ。それにしても今日はあかりちゃん遅いですね。そうですね。あ、外で楽しく談笑しているあかりちゃんが。ではここからあかりちゃんの愛されている理由を叫びましょう。イエッサー。あかりかわいい。じゃあ、あかり先輩かっこいい。よっ、父でか。いかねえ。ちょっと最近太ってるの気にしてるのかわいい。はい、せーの。あ、か、り、あ、か、り、あ、か、り。てめえなー。うわ、なんやこいつ。デブデブ。てめえ死にてえのか。ピンポン。ヒヒヒ、お面はいらんかね。いらね。何この異質な空間。今なら動きます。なおさらきめえな。しかも会話もできる優れもの。はあ、いきますよ。君のこと考えただけでティンシルティンシル。レベル高すぎて会話が理解できない。大丈夫大丈夫、やってみれば癖になってきますから。癖になったらうちはこれを叩き割る。じゃああかりちゃんは君のことってお面に言ってあげてください。はあ、いきますよ。君のこと考えただけでレズムで。残り9851。在庫数で心を折りに来るのやめないね。このイラつくお面がなんだって。え、お面単品が2000円。お面とバッタ付きセット。名付けてバッタの顔も飛び跳ねる。バッタとお面のバタバタ。おい、てめえなんか知らんが計算をやめろ。実はついなちゃんはこれ買ってくれて。え、いや違いますよ。先生が困ってるから仕方なく買っただけで。帰ったら雑談して寝る前になでなでして無駄に振動するからマッサージに使ったりしてるだけなんですからね。結構堪能してるね。ついなちゃんがお面だけ買ってくれました。でも私的にはバッタとお面がセットのバタバタエターナルエディションの方がおすすめなんですけどね。先生、私気づいちゃったんですけど、ん、そのセットもしかしてバッタない方が良くないですか。てん、さい、うん、そうだね。